こんにちは、ダイレクトナンシャージョの広島です。今回はピアノ弾き語りの伴奏パターンの増やし方を紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。ピアノのコードは覚えたのに、弾き語りの伴奏パターンがずっと同じような感じでマンネリ化してしまう方と、逆に同じコード進行を見てもどんどん面白いパターンを作る人の違いはですね、聞き方と分析と応用の仕方にあります。それはどういうことかというと、基本的にみんな同じような音楽を聴いているんですが、その楽曲から何を得て、そしてその得たものをどう応用していくかというところがポイントになっていきます。今回例題曲で使う曲はルイス・カパルディの Someone You Loved という曲を使いたいと思います。このパターンはですね、アルペジオパターンで、このようにタタ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 タとなっているパターン、キーが D フラットの1、5、そして6マイナー4というオーソドックスなコード進行になっています。1、5、そして6マイナー4、そして、これを普通に弾くと3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4という感じになります。この状態で歌うと I'm going under and this time I feel there's no one to save me This all or nothing really got a way of driving me crazyこれが標準のパターンです。しかしですね、実際やってるパターンが、このような伴奏をやってます。これを弾きながら歌うと、I'm going under and this time I fear there's no one to save me.It's all or nothing really got a way of driving me crazy という感じになっていて、ピアノのいいところもちゃんと出てますよね。ではこれをしっかりとまず分析していくというところがポイントになってます。音を弾いて終わりだけだと何をやってるか分かってないので応用が効かないということです。実はですね、この D フラットのコードに対して D フラットコードが普通にやると、このように D フラット F そして A フラットこの音になるんですが、なんとなくタラララララララってアルペジオで聞こえたからなんか違う。じゃあこれは何をやってたかというと、同じ音のアルペジオなんですが、 D フラットから見てルート、サード、フィフス、そしてオクターブ目のルート、そしてそこを超えたサード。ですので、10度ですね。10度の音から、次が5度に落ちると。この感じが、この楽曲のポイント。これがですね、レンジの広いアルペジオになって、次の5度のA フラットのところでも同じパターン、そして B フラットマイナー6マイナーでも同じパターン、そして4度の G フラットでも、これがこの楽曲のセオリーなんだなというふうに理解をするんですね。これが一つ目の楽曲の演奏を分析するということになります。そして分析してこの美味しい弾き方の方法が分かったら、そこで終わりにしてはダメですね。1番の分析がこれになって、2番はですね、これの応用になっていくんですが、応用しないと他の楽曲でいけないんですね。まず一番いいのはキーを
変えるということです。今の原曲が D フラットでやっていたんですが、これをキーを C にしてみましょう。そうするとベタに弾くと C G A マイナー F となりますよね。でここでさっきの10度から5度になるアルペジオどうやって作るんだっけって考えるんですね。そして、C の10だから、オクターブ上のこれだミだと見て、そしてソに降りる。そうすると OK、 じゃあ G でも Am でも F でもこれで応用が効いた状態ですね。という伴奏パターンになりますね。だいぶ美しい感じになったと思います。このキーを移調する段階でちゃんと理解してないとここができないので、いろんなキーに移調する。そして3番目はこれを別の曲で使う。最後これをやることによってようやく使える形になります。ではですね、全然違う楽曲でやってみましょう。レミオロメンの粉雪でやってみましょう。G コード、粉雪まぶ季節はいつもすれ違い、これコードがですね長い、曲で使う方が効果的ですね。このように G が2小節、E マイナーが2小節。普通にやるとさっきのように「粉雪まぶ季節はいつもすれ違い」となりますよね。でここでさっきの、10度のボイシングだから G コードの10をこの高いところでやってみようと。そしてじゃあ Em も10度なので G から B ですね。これで10度の形ができました。さらに、ここだとこの10度の隣には9のナインスがありますし、半を上げるとサス4の音がありますね。これらもこのように足すとさらに複雑なパターンが生まれます。別の曲で使いながらさらに、他で得たようなものを応用していくような流れですね。そうすると「こんな雪舞う季節はいつもすれ違い」などのようにやるとだいぶ伴奏が面白くなりますね。まとめるとまず1番は面白い楽曲のパターンがあったら必ずそれをどのようにやってるかというのを正しく分析すること、そしてそれをキーを変えて弾けるかやってみる、そしてキーを変えられたら今度は別の違う曲で応用して試してみること、これをじゅんぐりじゅんぐりサイクルしていくことで同じコードを見てもいろんなパターンで伴奏ができるようになります。ぜひ試してください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。